こんにちは。大阪大学男性合唱団です。大阪大学男性合唱団、こんな格好してるってよく銀シャリとか言われるんですけど、まあ他の大学の合唱団さんみんな白グレなんで、まあ、僕としてはこれがアイデンティティかなと思ってます。で、今日演奏させてもらう曲は先ほど紹介したんですけども、夢見たものは木下真理子さんの歌いましたと、昨年度今年の1月にやった演奏会で演奏しました父の家に流れるキノコを演奏させていただきます。もうだいぶ皆さんお疲れだと思いますが、あと少しの動画ゆっくり聴いてください。ありがとうございます。それではお送りしましょう。大阪大学男性合唱団、指揮中原翔吾さんでお送りします。お願いいたします。Thank you.
Cheers.